未来予想2045へようこそ。知的好奇心を刺激する科学の最先端、テクノロジーの奇跡、未知の謎を紐解くように解き明かし、知識の扉をこじ開けます。今回は、将来、日本は権力者がその一族で固まり、表向きは民主主義であっても、独裁的な側面を持つ国になることについて考えてみます。政治的な構造。日本の政治的構造は、現在は民主主義を原則としていますが、将来的には変化する可能性があります。この変化の一つの可能性は、権力者がその一族や特定のエリート層によって固まり、民主主義の原則が弱体化し、独裁的な構造が生まれることです。このようなシナリオが起こる可能性には、いくつかの要因が影響しています。まず、政治におけるエリート層や一族の力の集中は、政治プロセスにおける透明性や公正性を損なう可能性があります。特定の一族やエリート層が政治的な力を握ることで、彼らの利益や目的が国の政策や法律に反映され、他の利害関係者や一般市民の意見や権利が無視される可能性が生じます。これにより、民主主義の原則が実質的に脅かされることになります。また、社会的な不平等や経済的な格差が拡大すると、特定のエリート層が政治的な権力を集中しやすくなります。富や権力が一部の特権階級にのみ集中する状況が生まれれば、彼らが政治の舞台で優位に立つことは避けられません。このような状況下では、民主主義の理念が実現されることなく、少数の権力者が独裁的な支配を行う可能性が高まります。さらに、政治的な混乱や外部からの圧力も、独裁的な構造を助長する要因となります。国際政治の変化や、地域の安全保障状況が不安定化すれば、政府は安定と秩序を維持するために、より強力な手段を取る傾向があります。このような状況下では、民主主義の価値が後退し、政府がより独裁的な手法を行使する可能性が高まります。社会的な要因。社会的な要因は、政治的な構造だけでなく、国の行く末にも大きな影響を与える重要な要素です。特に、富や権力の分配が社会全体で不均衡になると、独裁的な支配体制が根付く可能性が高まります。社会における富や権力の集中は、しばしば社会的不平等を助長します。一部のエリート層が圧倒的な富や権力を持ち、他の人々がその恩恵を享受できないような状況が生まれると、社会の不満や不安が高まります。このような状況下では、エリート層が自らの利益を守るために独裁的な支配体制を支持する可能性があります。彼らは自らの権力や特権を維持するために民主的なプロセスや価値観を無視し、強制的な手段を用いることに抵抗しないかもしれません。さらに、社会的な不平等は政治的な構造の変化をもたらす可能性もあります。特定のエリート層が富や権力を独占すると、彼らは政治的な影響力を強化し、政治システムを自らの利益に合わせて操作することができます。この結果、民主主義の原則や機関が実質的に機能しなくなり、独裁的な支配体制が台頭する可能性があります。また、社会的な不平等は不満や抗議の温床となります。富や権力の不均衡が大衆の不満や怒りを引き起こすと、政治的な不安定や混乱が生じる可能性があります。このような状況下では、政府は社会の秩序を維持するためにより、強力な手段を取るかもしれません。その結果、民主主義の原則が後退し、独裁的な支配体制が浸透する可能性が高まります。歴史的な背景。
日本の歴史的な経験や文化的な要素は国の政治的な方向性に大きな影響を与える可能性があります。特に過去に存在した独裁的な政権が将来的に再び台頭する可能性を排除することはできません。日本の歴史は幕末から明治維新、そして第二次世界大戦後の民主化まで様々な政治体制の変遷を経験してきました。明治時代には大日本帝国の皇室や軍部が中心となった集権的な体制が確立されました。この時期には皇室や軍部が国家の方針を決定し、その方針に対する異議を唱えることが許されない状況がありました。また第二次世界大戦中には日本は軍国主義的な独裁政権の下で運営され、民主主義の原則は完全に無視されました。このような歴史的な経験は日本の政治文化や社会に深く根付いています。例えば日本の伝統的な価値観や敬意の文化は、強力な指導者や権威に対する敬意を醸成し、独裁的な権力構造を容認する傾向があります。また日本の政治体制は長い間エリート主義や官僚主義に基づいており、一部のエリート層が政治や経済の中心に君臨してきました。さらに戦後の民主化にもかかわらず、日本の政治は依然として官僚主義や腐敗が蔓延し、政治家や官僚層が密接に結びついているという批判があります。このような状況は民主主義の原則がしばしば実質的には機能せず、特定の利益集団が政治の舞台を支配することを容易にします。したがって日本の歴史的な経験や文化的な要素は、将来的に独裁的な政権が再び台頭する可能性を考える上で重要な要素となります。過去の政治的な傾向や社会的な構造が未来の政治形態に影響を与える可能性があり、それは民主主義の原則に挑戦する可能性をはらんでいます。国際的な状況。国際的な状況は日本の政治体制や国内の安定性にも大きな影響を与える可能性があります。特に国際政治の動向や地域の安全保障状況は、日本の政治形態に対する外部からの圧力や影響を通じて独裁的な傾向を助長する可能性があります。日本は国際社会と深く結びついた国家であり、外交政策や安全保障政策は国内政治に大きな影響を及ぼします。特に日本を取り巻く地域の安全保障状況は常に変化しており、国際的な緊張が高まると日本政府はより強力な手段を求められることがあります。このような状況下では、政府は国家の安全を維持するためにより強力な手段を取ることが正当化され、民主主義の原則が後退する可能性があります。さらに外部からの圧力や影響も日本政府の政策決定に影響を与えることがあります。国際社会の大国や地域の主要なプレイヤーが日本に対して圧力をかけ、特定の政治的方針を追求することを要求した場合、政府はその要求に応じることがあります。このような状況では、政府が国内の民主的なプロセスや価値観を無視し、外部からの指示に従うことが独裁的な傾向を助長することにつながります。さらに国際的な経済的な関係も日本の政治形態に影響を与えます。外国からの経済的な依存度が高まると、日本政府は外国の要求に従うことが重要とされ、その結果として国内の政治的な自主性が制限される可能性があります。このような状況下では、政府は国内の権力を集中させ、独裁的な手段を用いて外部からの要求に対応することがあります。まとめ。日本が将来独裁的な国家になる可能性を考える際には、政治的構造、社会的要因、歴史的背景、国際的状況を考慮する必要があります。
富や権力の一部集中、歴史的な独裁政権の経験、国際的な圧力や影響が民主主義の原則を脅かす要因となり得ます。そのため日本は民主主義の価値を守り、包括的な政策を採用することが重要です。未来予想2045、未知の扉を閉じる時間ですが、新たな洞察と知識を手に入れ、未来の可能性を感じましたね。ぜひ、グッドボタンとチャンネル登録をお願いします。興奮と感動を共有できて嬉しいです。次回の動画もお楽しみに。ご視聴ありがとうございました。